第864回、10月12日水曜日、救世軍オンライン祈祷会。詩編139編8節から10節。天に昇ろうとも、あなたはそこにいまし。黄泉に身を横たえようとも、見よ、あなたはそこにいます。明け物の翼を飼って、海の彼方に行き着こうとも、あなたはそこにもいまし。御手を持って私を導き、右の御手を持って私を捉えてくださる。人生には天にも昇るような恵みの時があり、誰にも理解されない辛い経験をする時があります。神を信じて生きる中にも、黄泉に身を横たえたように感じる辛い経験をすることがありますが、神が共におられます。誰も理解できない苦しみの中にも、神の御手は差し伸べられています。どこに行こうと、神の力強い御手は私たちを捉えていてくださり、いつも力強い右の御手で導いてくださいます。いつも共にいてくださる神に感謝したいと思います。心を合わせて共に祈りましょう。今週の祈り。1、すべてを知っておられる神に従うことができますように。2、コロナが完全に収束しますように。3、ウクライナと世界の平和のために。すべてをご存知である神様、私たちがどこに行こうとも、あなたが共にいてくださることを感謝いたします。どうぞ困難の時にも、あなたが共におられることを覚えて、信仰を持って従うことができますように助けてください。コロナの完全な収束をお祈りいたします。感染が収まりつつあることを感謝しつつ、なおも苦しんでいる方々がおられることを思います。またこのような感染症に対して、私たちがどうぞ一つ一つの事柄の中から守られていくことができますように、これからもお守りください。ウクライナと世界の平和のためにお祈りいたします。この戦争が一刻も早く終わりますように。多くの方々が悲しみと苦しみの中にあります。どうぞ安心してあなたの平安の中に生きることができますように、助けを与えてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。